Peggy 12。あたしはスーで、こっちはリリー。あたしたち、錬金術師なんだ。まるで違うよって、どこか似ている。ここは不思議な不思議な絵の中の世界。こんな景色、見たことないよ。家族みんなで、国一番のアトリエになる。それがお母さんとの約束でしょ。リリー、スー、やっぱりお前たち地下室に入るの禁止な。どうして？すごい材料がたくさん落ちてるのに。修復には不思議な絵の具、通称ネージュの絵の具っていう道具が必要だな。君たちにもいずれわかるさ。いずれね。おー、透き通ってて綺麗。なんだろうこれ、水晶かな。故郷がなくなっちゃうなんてかわいそうじゃん。私たちでなんとかしよう、リリー。錬金術のすぐで短期間ですっごい成長して、なんだか昔のフィリスちゃんを見てるみたい。不思議な絵の調査は二人の夢を叶えるのに必要なことなの。